こんにちは。当チャンネルのナレーターを務める森山さとみです。今回は前2回の道の駅ドライブで蓬莱三河三石したらどんぐりの里稲部アグリステーション名倉と走ってきたのですが、予想以上に順調に走れたために12時には目的の箇所を全部回れてしまいました。それならと目の前にある茶臼山高原道路を走って山越えして、いつもゴールデンウィークなどでロングドライブに行く時の目的地信州二湯の仙石平に向かうことにしました。まずはカーブが多いヒルクライムが続きます。チャンネル主は茶臼山は10年以上前に何度か走ったことはあるのですが、あまり好みではなかったのですよ。理由としては結構路面が悪かったって印象が残ってるんですが、今回走ってみるとあれ？路面は結構いい。記憶ではこういう路面がずっとあった記憶なんですが、記憶違いかそれとも路面を補修したのかな。時折こういう悪い路面が出てくるので、それが印象強くて記憶に残ってたのかな。記憶と違って全体的には路面はいいので結構気分よく走れました。これならまた走りに来てもいいかな。
場付近に来ると遅い車が現れて遅めの走行に。ナンバー見たら同じ浜松ナンバーでしたので、あまり慣れてない方が観光できたのかな。下り坂に。こちらの走行は初めてです。
県に入り、県道46号線になりましたが、山あいの道ながら、道幅も広く路面も綺麗で気分よく走行。気がつくと道の駅の看板がって名前が違う。なんか信州に今仙石平に向かっていたのに、なぜか南信州うるぎという道の駅に着いてしまいました。ここも新しい道の駅で、フィットの古いナビゲーターにはないところでした。ちょっと寄ってからすぐ近くの信州2位の仙石平へ。
到着。ここは今まで連休中のロングドライブやリンゴ狩りへ行く中間地点としてよく来るところなので、サクッと家へのお土産などを買い漁りました。あと X からチャンネル主の知り合いから隣にある和菓子屋さんの情報をもらったので、そこで和菓子を何点か買って帰還。あとは、ドヨネグリーンポートによっていつも走る国道151号線で帰還。家には15時には着いたので、本当にスムーズなドライブとなりました。今回はこれで失礼します。ご視聴ありがとうございました。